ホラックも頑張り屋さんだからな。ホラックはね、すごい頑張り屋さんだし、ゲームもうまいし、フリートークもできるから、すごいこう、ね、YouTuber 力高めだよね。頑張り屋さんで。ただね、逆にちょっとこう、悩んじゃうところがあるからね。まあ、みんなそうなんだろうけどね。みんな YouTuber はみんなそうなんだろうけど。人一倍こう、視聴者さんの声に耳を傾けてるから。ね、それがオラ君のね、いいところなんだろう。ちょっと親目線ではね、心配ですわ。おじさん目線。おじさん目線ではね、やっぱ心配だからな。まあ、無理せんでほしいけど。でもオラフ君は本当にすごいと思う。ドズル社のメンバーマジでいいメンバー集まってるよな。あんまりこう自分のメンバーを自分で褒めてもしゃあないんだけど、マジでいいメンバー集まってると思うんですよ。キヨキヨさんタイプ。あ、オラフ君とキヨキヨさんまた違うんじゃないかな。まあオラフ君の良さはね、たくさんあるけど、トラックはでもなんかこう YouTuber 力マジで高いですよね。ゲームうまい、フリートークできる。で他の人と絡んでもちゃんと面白いし、その誰とでも仲良くできるみたいなところで YouTuber 力はバリ高ですよ。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。